はい、今日は日曜日なんですけれども、ある友人と、そうですね、南岸のポールバセットっていうところで、川の向こう側の方まで歩いて渡ってみようかなと思います。大体40分ちょっとかかるところなんですけれども、行ってみましょう。大体5分ぐらい歩くとリバーサイドホテルがありますね。今日はあと日曜日ということもあって結構道がガラガラですね。私の方に行ってみたいと思います。はい、こちらが阪南提供、阪南大橋ですね。こちらの方を、永遠に渡ってみたいと思います。おそらく20分ぐらいで、向こう岸に着くんじゃないかなと思います。奥には南山のタワーも見えますよね。しかも東京オリンピック通りですが、こちらは結構、まあ、混んでる感じですね。で、阪南提供は、水水ですね。で、奥に見えるのは、毎週行ってるところですよね。はい、こういう感じで、テク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 と歩いていきたいと思います。こちらがちょうど南岸の中間地点ですね。こちらが南岸の方で、こちらが南岸の方で、南岸の方で、そして右側がソウルタワーですね。ここで大体3分の2ぐらいのところまで渡り終わりました。渡るときはこういう感じで渡りを立ちたいと思います。こちらに見えるのがイテウォンエリアですね。はい、大体こういう感じで韓国の方に来ました。はい、ちょうどサンダム手行を渡り終えました。それではこれからポールバセットコーヒーショップの方に行ってみたいと思います。はい、今日の目的はこちらのポールバセットです。こちらの方で、簡単にミーティングをしてみたいと思います。こちらの方は結構アイスクリームの商品みたいなのが結構多いので結構楽しみです。